さだまさしでございます。今頃になりますとですね、昨年の映画演劇などのベスト10とかですね、最優秀何々賞なんていうのがものすごい流行るわけですけどね、至る所で発表されております、ね、日本映画ではさだま息子トークをさせていただきまして、山田洋次監督の息子、数々の映画賞で栄冠をいっぱい獲得してる、嬉しいことですね。さすがですね、おめでとうございます。91年の最優秀を決めるといえば、今週さだまさしのセイヤング MVP の表彰式で、そしてもう一つ、91年あなたが選ぶ新聞発表グランプリの発表が行われます。このように、少々華やかな今週にさらに彩りを添えるかのように麗しいゲストをお迎えしております。さだ栄子さんです。こんばんは。どうもこんばんは。めでたい席をさらにおめでたくいたします。麗しいさだ栄子です。よろしくお願いいたします、はい、一つよろしくお願いします。そして今週アッピのカストラダムスもここ一スタで大占いをやるというね、久しぶりに、この制限時間内に読み切れなかったというさだまさしのセイヤング第534、あそうか、レイコ紹介した分というわけでもない。今夜はモーツァルトの事情じゃなくて、ショパンの事情、いやショハンの事情のない文化放送第一スタジオから午前0時半までの堂々生放送、最後までゆっくりお付き合いくださいませ。さだまさしのセイヤング、この番組はハートも美味しい東ハート製菓がお送りします。今陽子です。これが新しい金ピラの歌、忘れられないの、忘れられないの、あの味が好きよ、金ピラが好きよ、金ピラごぼうのベジタブルスナック、東ハート金ピラで。うさぎや帽子屋さんがいなくても、東ハトチョコレートがあれば、それはアリスのティーパーティ。つぶつぶ入りのいちごクリームにチョコの帽子をかぶせました。いちごの好きなアリスたちへ、新発売、東ハトチョコレート。俺はまた砂嵐が来たのかと思って。やめろやめろ、それだけやめろ。もうキャラマン隊はやらんぞ。もうやらん。あなたの文化放送広報部、どっこい新聞発表のコーナー。まあ今週はどっこいの気分。どっこいですね、やっぱりね。毎週気分が変わるね。やっぱり大相撲ですね、うん、今は。今日はやっぱり高原田も明けぼのも勝ちまして。明日高花田も明けぼのも勝つと、はい、あるいは高花田も明けぼのも負けると、うん、2人いっぺんにどうにかなると、うん、高花田の優勝と。そうですね。で高花田が負けて明けぼのが勝った場合、うん、2敗同士の優勝決定戦が行われると。ね、面白いですね。ね、はい、すごいですね、うん、どうなんでしょう。で小錦の優勝は今日消えたわけです。そうですね。ね、ええとなりますと2敗1敗で走ってるのは2人だけなんです。うん、この2人のうちのどっちかが優勝するとかはもう決まったわけです。そうですね。そうですね、はい、うんうん、今のところ高花田は一歩リードしています。してますね。だが、うん、明日の三杉里、うん、難しいですね。うん、苦手なんですね。5連敗中ですね。ああ苦手なんですね、はい、明けぼのは年の若ですか。あ、そう、もうこれもあんまり得意じゃありませんね、うん、そうですね、うん、まあそこで、明日は高花田が敗れるけれども、うん、明けぼのも敗れると、うん、まあそうですね。びっくりした。13勝2敗で高花田という筋書きをみんな描いてんじゃないか本当は、うん、多いのかな、うん、それよりもやっぱり今まで一度も勝てなかったことの三杉里を、うん、高花田が、うん、今まで三杉里は変わりますからね、変わっていなされてっていうパターンが多いです。ああなるほど、まともに行きますからね。まともに行くっていうか、ある程度落ち着いていれば。だけど、うん、今日は見てませんけど、昨日一昨日ちょっと腰高になってきてますね高花田。ああ疲れが出てるんでしょうかね。いや落ち着いてないんでしょう。あ落ち着いてないですかね、あの今までに平常心という言葉を口に出した人で平常心の人はいません。なるほど、うん、ですから、難しいんです。だってあなた19歳5ヶ月ね、うん、平常心、平常心なんて言ったって無理だよ。無理です。それは四十になろうとするやつが無理なんだから。
何のコーナーだったっけ。新聞発表。今夜の新聞発表は葛飾区の杵川橋のおばさんの作品、はい、では行ってみたいと思います。勝さん四ツ谷で初占い。素晴らしい素晴らしい、ね、うん、勝さんがカストラダムスに、変身されてから変身された変身されたんですよ。伊勢さんにおいでくださるのは初めてのこと、ダジャレもひねりも何もないけど勝さんを迎えるというポイントのみに重点を置いた重厚なそして素朴な作品ですね、うんうん、いいです。こういった作品が選ばれるというのもいわゆる一つの神倉マジックマジックね、神倉マジック、はい、葛飾区四つ木、嬉しいじゃありませんか、はい、ね、四つ木といえば私のもう育った町ですよ、地元、ね、地元です、うん、葛飾区四つ木の1の32の10ちょっと白藤さん、ね、四ツ谷中学ですか。まあそれはともかく、はい、昨年葛支配人にお会いいたしました、うん、今年もよろしく。おお、いらしたんですかね。いらしたんですよね。アッピーまでね、プレゼントとして今日の新聞のラジオ欄の超拡大コピーと1ヶ月分の新聞代金の代わりとして4000円分の図書券、うん、しかし図書券で新聞代金を支払うことはできません。そうです、あしからず、ね、これだけはお答えしてさあ皆さんも番、うん、番付番付じゃない番組のサブタイトルを考えましょう。そうです、今夜受け付けますのは2月1日土曜日第535回延岡の某所からの放送分、うん、某所、某所、某所です。まだわかんないのか、うん、某所です。もう来週だよ、ええ、うん、2月の8日第536回東京文化放送からの放送分、サブタイトルには7文字から9文字放送する土地柄季節感およびふと思いついたギャグを織り込んで作ってみたらいかがでしょうかね、うん、郵便番号 160-02 文化放送さだまさしのせいやんぐ新聞発表の係でお待ち申し上げております。続いてはこちらです。決定91年新聞発表グランプリ。毎年恒例となりました もう毎年恒例となりました、うん、今年で2回目になります。そうですね、一体誰が第2回まであると思ったことでしょうそうですね、この番組はコーナーが現れては消えるというのが一つの特徴、うん、はい、もう受けない場合にはすぐやめる、不評を買ったらすぐ改める2回やったって言ったらすごいですよ。2回やったらすごい、はい、あの雑談マシンですら2回やったんだそうですよね、そう、次は形を変えよう、もうあのその名前じゃダメだ、ダメだ、なんか考え、うん、まあそれともかく、しかし投票ハガキの数の多さがグランプリを決める意義を物語っておりました、うん、ではハガキを集計して決定したベスト3第3位から発表してまいります。第3位はこの作品です。タダダン3位だから SE も広田で勘弁してやります。3位はこれです。サダーンボヨヨーン、これは貝沢康人エレクトーン6級選出理由、うん、91年で僕の最も印象に残ったテレビ CM が例のダダーンの CM でした、うん、そういう背景を利用しさらにダダーンとサダーンを掛け合わせたことにより素晴らしい新聞発表が出来上がったわけですこの日の朝ラジオ欄を見た瞬間に笑ってしまいました。サダーンボヨヨン、これが僕が印象に残った新聞発表です。お実直なおはがきをありがとうございますありがとうございます本当に、まあ、この日の放送場所を諏訪というのは完全に無視されております、ね、そうですね、まあ、いかに、まあ、巣は多いですからね、そうですね、仕方がないと、もうこの辺もマジックですね、そうですね、神倉マジック、ね、いやこれは皆さんの本当のハガキですからね、続いて第2位の発表に参りましょう。第2位はこの作品、パンパカパーン、パン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 パカパーンとサダの SE に乗って発表の作品はこちら8時間喋るアホに聞くアホありがとうございます。千葉県野田市年齢不詳の小島由香からこういうハガキ、実は私たちライダーの間には走るアホに見るアホというのがあります、うん、これは同じアホなら走らにゃそんそんと続くのだが、うん、セイヤングの方も同じアホなら喋らにゃあるいは参加しなきゃそんそんと続けたいもんである、うん、ハガキコミュニケーションラジオセイヤングをさせるのはサダさんとスタッフと郵便局とあなただその通りだ、そうですね、うん、さあサダさんに続いてご唱和を。喋るアホに聞くアホを、喋るアホに聞くアホ、同じアホなら喋らにゃそんそん、同じアホなら喋らにゃそんそん、
えらい。まあ、あの中にはね、リスナーはアホ呼ばわりするのかという、うん、怒った人もあるそうですけど、ええ、ね、そういう方にはこの番組の本質というのは見抜いていただいて、そういう意味じゃないという、ね、そういう意味じゃない、ええ、さあいよいよ私のこの発表の紙を持つ手が震えてまいりました。手が割るほどじゃないけど、決定いいよ。バカだねえでいこう。1年間一生懸命みんな作ってきたとの今一番の決まりってやろうが。急に長さ決めんで本当ね。分かった、お兄ちゃんごめんね。うん、では決定。91年さだまさしのセイヤング、あなたが選ぶ新聞発表グランプリ、見事第1位に輝いた作品はこちら。思えば。思わなくて長いからそれやると、そうそうそう、思うと、もう一昨年90年の第1位は、うん、忘れもいたしません、うん、広田家賃未納かもね。あの作品に、うん、あの作品にグランプリが与えられたわけです、はい、そして昨年のグランプリはこの作品に与えられました。それではおごそかに読み上げてみたいと思います。こんばんすわ、森進越です。素晴らしいございます、うん、素晴らしい。こんばんすわ、森進越です。これ森進越、進越、うん、このやはりダジャレがダブルで入ってるという、うんうん、こんばんすわと進越と入ってるいいよね。ダブルで入ってる、これはやはりあの正統派ではなく、ね、スグル派とでも申しましょうか。スグル派、ハッピー派という、なるほど、まあ、我々はこの専門用語でスグル派という、なるほど、ね、ダジャレ頼りと言いましょうか、えーね、これを言った後にうまいって声が聞こえないとスグル派は落ち着かないという特性を持っている、この作品が選ばれたわけでございますね。すぐるさりてこんばんすは森進越ですを残す、虎、うんは死して死してんや瀬戸湾や違う違う。第1位に輝きました宇都宮市の梶治には優勝商品としてさだまさしのセイヤングスペシャル福袋、何が入っているか分かりませんが広田のすっぽんぽん写真は入ってます。そして投票していただいた全てのハガキの中から5名様にレギュラーの福袋をプレゼント。先ほど選びました、これでございます。広島県大竹市の星野由里子、岐阜県吉木郡と読んでいいのだろうか石原紀子、品川区の村下真理子、中野区の中田博美、そして越谷市の牛野さん、中野さん、中野正美さん、ね、以上の人々にはですね、セイヤング福袋、はい、これをお送りいたします。お知らせです。チョコレートが塊で入った新しいタイプオールチャンクね。チョコが入ったクッキーなんて珍しくないな。チャンクっていうの、このチョコの塊すごい。チョコがチャンクで入ったクッキー、東ハトオールチャンク。マッシーパイはアメリカ生まれ、ソフトクッキーでサンドイッチしたホワイトマシュマロをチョコレートでコーティング、大胆にかじるアメリカンサイズのチョコレートパイです。美味しさがお口いっぱいに広がる東ハトマッシーパイ。さだまさしのセイエイエイヤー。さあまずお知らせがございます。私さだまさしも一目も二目も置くという若手実力発信がソングライター今村亮君、彼のライブがございます。2月23日日曜日、渋谷のジャンジャンです。午後6時半会場、7時開演、チケットは渋谷のジャンジャン、原宿のアウィーク、で、好評発売中、1800円になっております。今村亮君に取りまして今年最初のライブという格好になるわけですね。サポートメンバーにアコースティックギター坂本昌司、それから、ピアノキーボードにですね、サキクボ君を、ね、迎えまして、昨年11月にリリースしたアルバム長椅子のマリアの収録曲を中心にライブアレンジで聴いていただこうと、うん、今村亮君のファーストライブ2月23日日曜日、渋谷ジャンジャン、午後6時半会場、7時開演、ジャンジャン。さあお知らせでした。常連です中村正史けん玉堂六段、いらっしゃい。
1月26日にけん玉の全日本大会日本けん玉協会杯争奪戦が行われます。この大会の試合方法は10種の技をそれぞれ5回ずつ成功1回で1点、つまり50点満点で競われます。50回も技をやると体力精神力とも使い果たしてヘトヘトになってしまいます。そうだろうね、うん、さながら競馬で言うなら春の天皇賞といったところでしょう。暇でどうしようもない人はどうぞ見に来てください、うん、1月26日1時予選開始、2時頃から決勝です。場所は中野サンプラザ6階です。暇でしょうがなく来てくださった方にお願いですが、試合が終わるまで私に話しかけないでください。うん、そうだね、そりゃ気持ちわかるわ、緊張でいっぱいだもんね、そんな時になんかわけのわかんないことでね、脇で言われてヒヒヒヒなんか言われて大変です、大変だろうね、きっと大変だと思うよね、集中力ね、うん、さて本日のお客様佐田玲子さんですが、失礼しました、どうも、予約席、はい、こちらが主題歌となっております映画一杯のかけそばがいよいよ2月15日東映系で一斉公開されるわけですね、はい、まあそして、佐田玲子さんは本日は決して手ぶらで来たわけじゃございませんね、やはりですね、はい、やはりスケジュール帳とか、はい、あとバッグの中にはちゃんとお財布も入っておりますし、うん、そうじゃないだろ、はい、そうじゃない、そういうことを聞きたいわけじゃない、そういうことを聞きたいわけじゃない、あら、そう、あ、そうでしょ、あのね、そう、持ってきたんだよ、プレゼント誰に、はい、誰に、あ、それは聞いてください、あんちゃんに持ってきてどうすんだそんなものあんた今さらね、そうだね、うん、そうそう、うん、あのね、皆さんにプレゼントできた妹でございます、そう、ちゃんとねこう書いてあるんですけどね、うん、こちらのね映画一杯のかけそばのですね、うん、劇場招待券をですね、おー、えらい、うん、20組40名様、うん、お、それはペアで行っていいんですね、20組ですからね、そうですね、はい、ぜひぜひ、まだあるんですけど、まあ、うん、その一杯のかけそばのフォトシナリオインタビュー集というのがあるんですよ、それをですね、これ結構ねいいんですけど、映画の見どころを、うん、写真とオリジナルシナリオで紹介しておりましてですね、渡瀬さんとかピン子さんはじめ、うん、出演者の方のインタビューも入っていまして、で私とですね、うん、なんと申しましてはさだまさしさんの、うん、対決の対談も入っておりますので、これ一冊で一杯のかけそば2でございます。あ、なるほど、ね、ですからこちら1800円でなんか角川書店でも売ってますけれども、1800円で売ってるものを5人に、 5名様に、すごい、はい、それからですね映画公開に先駆け、ああまだ先駆けて、2月1日に発売されます、一杯のかけそばコミック版、おお、そういうのも出るの、うん、原作に忠実に分かりやすく、漫画化されましてですね、あの原作はもちろんですけど栗良平さんの、うん、もういろんな作品とかですね、それから絵はあの金巻豊司さんという方なんですけども、うん、正当社から2月1日発売、これ定価1000円だそうですよ、すごい、こちらはね50名様、あら、太っ腹ね、1000円が 50人計算すんな、そこで50万かすごいね、うん、コミカル版じゃなくて、いや違う、コミック版です、そうそんなもんコミカルにしてどうすんの、どうすんのそんなもんね、50人ね、はい、でこちら、ね、宛先なんですけれどもですね、はい、郵便番号 160-02、文化放送さだまさしのセイヤング、うん、一杯のかけそばれいこちゃんからの贈り物係にトーンが上がるね、いいじゃないですか、いいです、ね、やっぱり、うん、れいこちゃんからの贈り物係にですね、はい、チケット希望、フォトシナリオインタビュー集希望、あるいはですね、コミックス希望と、いずれかを明記して、うんうんうん、おはがきをお寄せくださいませ、なるほど、ね、はい、さだまさしの声援一杯のかけそばれいこちゃんからの贈り物係にチケット希望フォトシナリオ集希望と、こういうふうに別々に書いてください、そうそう、やっぱりね、そう言ってほしいですね、一つ一枚だけですね、は、一つにつき一枚のおはがきだけにさせてください、あ、はい、あ、そうですね、はい、それではお届けましょう、さだれいこ予約席、さだれいこさんの予約席を、ありがとうございます、これあのいい歌ですね、いい歌ですね、なかなか素晴らしいですね、これはあのやっぱり聴くよりも歌う方が気持ちがいい歌ですね、あ、やはりそう思われますか、あ、どっかでお歌になっている、あのね、私も好きでね、あの時々歌うんですよ、あ、さだまさしさんが、あの3日に1回ぐらい歌うんですけど、ね、まあ、それ時々、いかがですか歌ってみて、なかなかね歌っててね、
難しい歌ですね。もうね、これなかなかね、作った方がですね、非常にやはり難しい歌をお作りになるんですよね。ちょっとね、でもこれは優しい方が歌いやすいですけどね。でも悲しいねというところがやはり、まあ分かりやすくて、あそこしか印象残らないという歌。そう、あんたが言ってどうする。ああ、そう。本当にね。そうです。まあだけど僕は一杯のかけそばもね、映画の方も見せてもらいましたけど、はい、非常にいい仕上がりですね。ねえ、やっぱりピークっていうのは原作通り、あそこのお兄ちゃんと弟が、ね、はい、学校で発表があった時のことを話すくだりっていうのは、はい、私はもう本当にね、涙がこぼれましたね。あれ不思議なもの、不思議なもんですけども、分かってるのにこぼれますね。今一杯のかけそばって言って分からない人がいないっていうのすごいなと思うんですけど、それ分かっていながら、やっぱり映画見てね、やっぱり2回、最低2回は泣けますからね。本当ですね。ぜひね、見ていただきたいなと思うんですけどね。レイコさん、コンサートは？あ、ありがとうございます。本当にコンサートですか？コンサートリハーサル2月から入るんです。そんなこと関係ないです。すいません。ですね、一応と17日からもう金沢から入るんですけど、東名阪というか東京はですね、深川座というところで、2月の22日なんですね、はい、で名古屋は、2月の24日にクラブクアトロ、それから25日にですね、大阪のアムホール。あ、なるほど。はい、そうです。こちらの方にぜひ。アルバムの方はどうなったんですか？アルバムはですね、はい、2月の21日に、本当は泣きたいのにっていうタイトルで、森川ゆかりさんの歌った本当は泣きたいのに、あの曲もですね、アレンジを変えまして、ちょっとサダレイコっぽく、大人っぽく、ちょっと眉毛動きましたけど、おばさんっぽくっていう。あ、違う、それ違う。ちょっと大人っぽく聞いて、大人っぽく、アレンジ変えましてですね、アレンジが大人っぽいんですね。これがっていうような感じに仕上がっておりますので、ぜひぜひそれもね、楽しみに。はい、はい、まあそういうような状況ですけどもね、はい、僕一杯のかけそばが角川の方から文庫になって新しく出たんですけどね、栗良平さん、はい、それに僕は後書きを書いてくれないかって言われまして、あの後書きを私読ませていただきましたが、すごい素敵でした。栗良平さんからね、お手紙を頂戴しました。あ、そうですか。はい、今ガラス工場の、機関工としてね、働いておられるんですけどね、やっぱり、その自分の越し方、行く末についてね、いろいろ悩んだり苦しんだりして一生懸命頑張っておられます。あ、そうですか。はい、なかなか素敵なお手紙を頂戴しました。機会があればね、はい、どっかで、お話できるかもしれませんね。本日はこの時間までサダレイコさんをお迎えしてお送りしました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。この後大阪名古屋の皆さんをお迎えいたしましょう。 DJ かお前は。あ、そうか、そうだ。どうも。東波トールレーズンプリンセスに選ばれた吉澤ひとみ16歳です。コンテストの時はすっごく緊張していたから、私の番号が呼ばれた時スーッと力が抜けちゃいました。自分らしさの出せる歌手や女優になりたいな。自分で掴んだチャンスだから頑張りたいと思います。皆さん応援してくださいね。東波トールレーズン。月曜日は会社でビーノ、火曜日は出張ビーノ、水曜日は残業ビーノ、木曜日は接待ビーノ、金曜日はカラオケビーノ、土曜日はゴルフでビーノ、クラ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 や、ビーノは豆 100%、 港派とビーノを食べよう、日曜日もビーノ、また明日も食べよう、東派とビーノ。さだまさしのせいやー、大阪毎日放送、そして名古屋東海ラジオでお聞きの皆さん、いらっしゃい。さだまさしでございます。
今夜はですね、東京文化放送第一スタジオからお届けしているわけですが、上倉さんがですね、あのディレクターの上倉さんが、はい、あのこのヘッドセットで、指示を出しながらですね、球、を振ってるんですけどね、はい、あ、かっこいいですね。いいです、ああやって見ると案外こう落ち着きがあって何か、ね、かっこいいですよ、ねえー、あれがただのギャンブル好きとは思えませんなかなか素晴らしい、うん、今ふっと見てるの、なんか今日かっこいい、顔つきまで凛々しくなるもんですね、ああいうセットするとね。さだまさしのセイヤング、この番組はハートも美味しいトマト製菓がお送りします。今陽子です。これが新しい金ピラの歌、忘れられないの、忘れられないの、あの味が好きよ、金ピラが好きよ、金ピラごぼうのベジタブルスナック、東ハト金ピラテ。超薄焼きのハーベスト、チョコレートを挟んだ東ハトチョコハーベスト、軽くて薄くてうまい甘いところに気がついた、東ハトハーベストとチョコハーベスト。さだまさしのせいえいえいや、先頃もうすでに発表済みでございます、はい、MVP、うん、モーストバリアブルプレイヤー最優秀選手、うん、はい、ございます、セントラルリーグはヤクルトスワローズの古田敦也捕手、はい、そしてパシフィックリーグはオリックスブルーウェーブの佐藤和弘外野手、はい、この栄えある両選手にはですね、うん、番組を代表しまして上倉ディレクターから表彰状、それからトロフィーはすでに、手渡されました。お、神宮球場での上倉ディレクターと古田選手の記念写真が届いております。お、このハレーションが起きるほどまばゆいトロフィー、うん、ね、すいません、次回すごい、何万円ぐらいな、それが大変、もうこれ値段じゃないんだこれは、はい、ね、でこれがね、すごい大きい、でも、1月25日土曜日、つまり、今日の日刊スポーツにこの記事が出ております。まあ、古谷また勲章すごい、ね、昨年のセリーグ首位打者古谷またしても冠が増えた、うん、文化放送のさだ、じゃ文化放送の番組さだまさしのセイヤングでファンが選ぶ最優秀選手に選出され、24日自主トレ中の神宮クラブハウスでトロフィーが手渡された。え、こんな賞をもらえるんですか、え、僕が MVP ほんまですか思わぬ受賞にびっくりであった。すごい大々的に出てる人も、上倉さんのこの、古田敦也捕手とのこの身長差、ね、身長の差、かなりありますね、これかなりありますけどね、うん、なかなかあの古田っていう人は気さくでね、うん、あの面白いひょうきんな、高青年ですけどね、僕らも何回か一緒に飯食ったり酒飲んだりしておりますけど、なかなか素敵な男で、ここまで頑張るとは思わなかった、うん、負けた握りをいつ払おうそういうことなんですけどね、さあ、では古田選手の受賞コメントをご紹介いたしましょう。僭越ながら、読ませていただきます。さだまさしのセイヤング選定、1991年 MVP ヤクルトスワローズ古田敦也殿、あなたは眼鏡をかけながらセ・リーグ1位の捕手として今シーズンを華々しく彩りました。盗塁阻止率5割7分8厘もすごいですが、何しろ落合選手との感動的な一騎打ちに勝っての首位打者などなど、あまりにもすごい活躍を我々は長く語り継ぐことでしょう。そのご功績に対し、当番組としてセ・リーグ MVP 賞をお送りします。来年も今年以上のご活躍を期待しています。平成3年12月14日これは放送の日の、発表した日の日付です。文化放送さだまさしのセイヤング代表取締役さだまさし、会長上倉和夫、おめでとうございます。どうもありがとうございます。でこれがトロフィーですどうもありがとうございます。ずっと上倉さんの声しか聞こえないんだけどどうもありがとうございます。佐田さん聞いてるんですよね。佐田さん、あの4月に握ったの覚えてますかどうもありがとうございます。非常に去年良かったと思います。いい1年だったと思います。個人的にいいこともやれたと思ってるんですけれども、まあ今年はですね、
チームが優勝ということを目指してみんなで頑張ってるんで、いいね、ヤクルトの優勝を期待していただきたいと思います。もちろん期待します。どうもありがとうございました。どういたしまして。あ、もうこれで終わりですね。はい、実にこの受賞を手放しで喜んでいるという、はい、古田敦也の握り覚えてますか。ドキッとしますね。来ますね、あいつも、来ますね、いきなり。そうですね、ヤクルトのほとんどの主力選手と私は握ってしまいまして、これ、大変なことになっておりまして、ちょっと内職を考えなければいけないさあ、そしてパシフィックリーグは、オリックスブルーウェーブの佐藤和弘選手、これはもう私もこの佐藤和弘選手が大好きでございましてね、こういう人には頑張ってほしいという、激励の意味も込めての MVP 選出だったわけでございますが、なんとこちらとは電話がつながっております。おー、佐藤選手、あれ今のところはまだつながっておりません。もしもし。はい、もしもし。佐藤選手、はい、こんにちは。あ、こんばんは。はじめまして、佐田正史でございます。こんにちは。あの、夜分にすみませんね。いえ、大丈夫です。ひとまず、はい、パシフィックリーグを彩った MVP として、はい、こういうものを受賞したということについてのご感想を。あ、そうですね、やっぱり、どんな賞でも、どんな賞でも、いただけるって嬉しいです。はい、ありがとうございます。いいわ、はい、その辺が好きだわ。それでは、ここで改めてこの表彰状を読み上げさせていただきます。はい、僭越ではございますが、佐田正史のセイヤング選定1991年 MVP オリックスブルーウェーブ佐藤和弘殿、あなたは1991年のパリーグペナントレースにおいて、その闘志あふれるバッティングやプロ選手としての強い意識、さらに数々の名言で花と咲きました。我々はあなたの存在でパリーグの新たなる風を感じております。来季はレギュラーはもちろんのこと、一層タイトル目指して頑張られることを願い、パリーグ MVP 賞を贈ります。演歌もいいけど、たまにはさだまさしも聞いてください。平成3年12月14日、これは放送日なんですけども文化放送さだまさしの聖ヤング代表取締役さだまさし、会長上倉和夫、こういうものをお送りしました。どうもありがとうございます。今どちらですか。今神戸のご自宅。はい、あ、ご自宅というか、そうです、はい。あれ、今自主トレとかっていうのは。あ、そうです、やってます。最中ですか。はい。あ、球場でやっぱりやってるんですか。そうです、球場から2つ目の駅なんですけど。ああ、近いんだ。はい。で、結婚されましたよね。はい。で、結婚された翌年っていうのは、はい、すごく成績がいい選手と、はい、それから悪い選手といいますよね。はい。その辺はどういうふうにお考えでしょうか。そうですね、やっぱりこの世界、やっぱり結果が全てなので、何でも面白おかしくこう書きたがるもんですから。ああ、そうか。 やっぱり去年発表して、結婚この人としますって発表してすぐ、東西対抗っていうやつで MVP 取ったわけですけども、まあその時の新聞ではさすが中国4000年のパワーだとかですね、いろいろこうって書いていただいたんですけども、はい、まあ良ければ、うん、さすがだ中国4000年って書かれますし、うん、ダメならまた去年そうって書いておきながらまた好きなように書かれてしまうので。そうだね、はい、やっぱり今いい結果出すように頑張ります。プロ野球選手っていうのは、はい、やっぱり奥さんの存在っていうのは、はい、ことに成績を左右する場合があるでしょう。そうですね、まあ、はい、さっきも言いましたように結果が全てなんですけども、そうですね、本当ですね、ここまでの過程としては、うん、ベストの状態で、来てます。おー、いいな。僕も自信があります。おー、いいな、はい、そういうことをねバッと言ってくれる人って最近いないからね。さすが。うん。で、ところで、はい、新婚生活はいかがでしょうか。そうですね、まあ今日も今さっきもちょっと喧嘩しちゃったんですけど。あら、何が原因だ。いや、まあ思いっきり生電話じゃないんだから。いや、まあすいません、余計な立ち入ったことまで聞いちゃってね。はい、いえいえ、まあ
なんとか頑張ってます。そうですか、はい。まあ、結局僕らはですね、はい、佐藤選手のプレーを通じてですね、はい、要するにプロ野球選手 の素晴らしいところっていうのは、はい、自分のこのストレスとか、はい、まあ、こういう苦しみ悩みみたいなものを、はい、代わりに自分の好きな選手が、はい、自分の代わりにこういいとこ見せてスカッとさせてくれるってところに喜び感じるんですよね。あ、はいはいはい、ええ、ですから、はい、ことにその選手が、はい、高花田のように無口でだとまた困るし、はい、佐藤選手みたいにですね、はい、こうなんだっけ、西宮球場12万8000人のお客さんとか、はいはい、あの辺涙ためながらしかもね、はい、俺あの辺のセンスっていうのがねやっぱりすごいなと思うんですよ。ですからもう本当に言葉でもそれからプレーでももちろんプレーが優先、はい、最優先なんだけども、はい、今年のペナントレースで の目標ズバリ。そうですね、やっぱり去年かなりテレビでも吹きまくりましたし、うん、やっぱり吹いた分はやらなきゃいけないので、うん、とにかくまず130試合1軍で頑張るっていうことです。やっぱり佐藤応援にグリーンスタジアムに行ったのにいなかったなんていうのならないように、まず130試合1軍で頑張るっていうのが目標で、いい、あと数字的なものは心にしまっておきたいものですから。あ、かっこいい。失礼します。あ、はい、僕ね、はい、前に長嶋茂雄さんと、はい、お目にかかった時に、はい、長嶋茂雄さんがおっしゃった言葉ですごく感動した言葉があるんですけど、はい、みんなが何万人って球場に来てくれるけれども、はい、中には一生に一回しか来ない人もあると。あ、それは僕も本で読んだことあります。あ、本当に、はい、でその人のためにね、はい、ダメならダメな自分を精一杯、はい、何かでアピールするっていう、そうですね、凄さがね僕は感じるんですよ、佐藤さんにも。あ、ありがとうございます。だからこれから本当に今年1年間活躍してください、はい、我々も番組一同みんなで応援してます、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。頑張ってください、はい、頑張ります。以上、中畑清です。僕は小さい頃から自然の中で伸び伸びと育ってきました。大自然を知っている人間はみんな元気、底力があるんだ。キャラメルコーンもそんなでっかい自然を知っている。だから元気もりもり、キャラメルコーン大好きです。月曜日は会社でビーノ、火曜日は出張ビーノ、水曜日は残業ビーノ、木曜日は接待ビーノ、金曜日はカラオケビーノ、土曜日はゴルフでビーノ、クラ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 や、ビーノは豆 100% 港派とビーノを食べよう、日曜日もビーノ、また明日も食べよう、東派とビーノ。さだまさしの水泳エイヤー、薄さの中に品がある、国際ハーベスト大学。こんばんは、私国際ハーベスト大学日本校総長の矢部正治、張丸でございます。教授の、花見浩二、抜け丸でございます。抜けの浩二って言いますか。理事長は影の工事負け丸こと上倉和夫ディレクター、保健室長がグリニッジ天文台の時計を修理するとき、この秒針が正確かどうか立ち会ってくれと頼まれているという、リズムイン振り子こと佐藤佳代子ディレクターでございますね。それではもうどんどん時間がなくなるのでハガキを読んでいきたいと。今日は3枚目のシングルをリリースするというミスターユニットの2人も駆けつけてきてくれております。こんばんは、ミスターユニットです。ミスターユニットです。後でね、はい、ちょっと話聞きますけど、はいはい、この番組独自の路線を突っ張らせていただきます、はい。茨城県土浦市の山口雄一郎、四回生竹内、うん、音楽には全く興味のない友人 W が初めてベートーベンの運命を聴いていた時の一発目の感想、うん、なかなか歌い出さないね。やっぱ合唱聞かせてよかったな。そうだね。評価は竹です。よし、じゃあこれで卒業試験受けられます。ペンネーム広川みなみは入学希望。うん、今朝パンを見せて改札口を通った女子学生を見た。
余計なんとも思わないのかな、うん、ねえ無意識のうちにこう出しちゃう、なんだろうなそれ、まあいろんなもの見せちゃうだろうね、身分証明書とか見せちゃう、まあ入学許可、はい、ね、続いていきますよ、どんどんいきますよ、入学希望は、うん、横前真由美、先日、うん、兄と電話で話していた、ふと大人の自覚の話になった、うん、大人だと自分で意識したのはいつかという話になった、うん、兄は真面目な顔で、うん、俺はアイスクリームの蓋の裏とかショートケーキの周りのセロハンを舐めなくなった時に説得力あるね、入学許可、中村雅史けん玉道6段、うん、自分が3回生か4回生か忘れてしまった、うん、まあとにかく、はい、今日の結果を見ましょう、ええ、そういう時には低い方で、そうですね、先日電車に乗っていると私の横に可愛い子が座った、おお、うん、ね、いいじゃないですかね、その子はやがて居眠りを始め私の方に寄りかかってきた、おお、私のコートによだれを垂らしたそれすごいな、でもねえよだれつらいな、いくらなんでも、うん、そうねえ、うん、俺あの後ろ向きにこう寝てて、うん、電車が揺れた時にこう首がね、うん、電車の窓にゴーンって当たってその反動に首がゴーンってきて舌噛んだ人見たことあるホントに、これは評価は、うん、竹で竹、はい、続いての おはがきになります、すごいな、これはあきさん、うん、あるラジオのニュースであった NG のベスト3入学希望、うん、第3位、明日は冬月の気圧配置が今日より 2,3 度寒くなるでしょう第2位、何々市では裸足の貧血キャンペーンが行われる、怖い怖い貧血第1位、今日は成人の日で子供の仲間入りをした若者です、あ、これは可愛い、可愛い、可愛いな、うん、いいな、入学許可、うん、入学許可でもう一つだけいこうかな、4回生単位なし、うん、石川正弘、宇田橋、買ってくるぞと板橋区のコーナー、はい、これはあの買ってくるぞと板橋区、これの替え歌のコーナーです、うん、さあそれ自分の土地柄を示すコーナーです、うらわうらわうらわ、評価は竹です、竹ね、はい、いやさ あ以上、今夜は卒業生はありませんね、はい、生徒数が今日783名に達しております、素晴らしいです ね、今夜の授業はここまで、全員道草しないでまっすぐ下校のこと、続いて笑い声を、ちゃちゃ、続いてカメラを、笑い声渦巻く温州圏の温州圏のテーブル土俵へと切り替えてみたいと思います、現在、番付の筆頭がですね、前頭14枚目に社長が上がってきております、マグロ内がたった一人、はい、重量の筆頭に、きしめん、うん、2枚目にういろう、13枚目に銭洗いと、ね、このように大変上位力士も頑張っております、他百数十名の力士がおります、はい、さあ今回の今月のテーマはですね、夜食、誰々さんにはこういう夜食をという、スグル派が多いんですけども、ね、行ってみたいと思います、どんどん参りますよ、鎌倉市の銭洗い、重量の13枚目の銭洗い、うん、松さんが徹夜で曲を完成させなきゃならない時に食べるもの、うん、かき揚げうまい、うまいですね、うん、でも揚げて3枚だな、そうですね、うん、重量10枚目に進出、10枚目、続いて、新弟子検査に、挑戦する山本正道、はい、20時間プラス35分考えた作品、うん、そんなに考えなきゃならなかったんだろうかという作品、うん、入門してから、ま、全然上に上がれない人のための気晴らし夜食、うん、幕の内、うん、うん、いいね、うまい、じゃあ新弟子検査合格、うん、前相撲に進む、神戸市の新栄のり子は序二段120枚目、うん、いやいろいろね、序夜の鐘の数を間違わないようにお坊さんが食べる夜食、うん、テラミス、うん、うん、いいね、いいな、気に入ったの、気に入った、20枚ぐらいあげちゃう、序二段100枚目に進出、はい、成り物漁師は序の口25枚目、
プロ野球のピッチャーが速くて重いボールを投げるために毎晩食べる果物、うん、キウイ。おお、うまい、うまい。キウイこれはうまいよね、うん、25枚目だから20枚目確認進出。はい、はい、うん、続いて春日部屋前相撲、うん、これに成功すると序の口の50枚目に付け出されます。はい、所要時間5分、独り言を言う癖のある人の夜食、うん、つぼ焼き。かわいい、うん、これはじゃあ序の口気に入ったな、うん、気に入った。45枚目に付け出そうか。はい、ね、45枚目付け出し、うん、情けなくなった。武道家が、うん、武道家わかるか、うん、ね、うん、武道家が気合を入れながら食べる夜食、うん、どれや。何にもくだらないけど、あげよう、うん、いいな、幕内あげよう、うん、ついに幕内だな、うん、前頭14枚目そうですね、はい、しかし2人いるから、うん、シャチホコが東14枚目、うん、東のね、東の前頭14枚目で、この吉面が西の前頭14枚目、このようになります、はい、ね、これから幕の内の対戦が楽しみですね。そうですね、もっと上がってほしいですね、うん、そうですね、どんどん、もっとどんどん上がってきてもらって、そうすると盛り上がるでしょうね。そうですね、対戦してもらいたいですね。どんどん上に上がってって横綱になったら引退するしかありませんから、ね、そうですね、そしたら部屋を開くわけですね。そうです、もう部屋を開いてもらう、親方株を売ることにいたしましょうね、はい、今週の技能賞どれですかね。そうですね、シンプルにドリアーってのがいいですね。つぼ焼きってつぼ焼き、まあでも新人に与えましょう。そうですね、うん、やっぱりキウイ、キウイ、幕の内もいいですけどね、つぼ焼きってのが僕は好きだった。つぼ焼きいきましょうか。よし、じゃあ春日部屋のこの生田正樹、はい、名前さっき読まなかったような気がして、うん、生田正樹、独り言を言う癖のある人の夜食、つぼ焼き、うん、これに技能賞をあげて、これは45枚目にあげたんだね。じゃあ45枚目でいいや。まんまですね。まんまです、はい、これこの彼にですね、セイヤングオリジナルトレーナーニューバージョンをお送りします。以上、お笑い国技館でした。東ハトオールレーズンプリンセスの吉澤ひとみです。私のとっておきのオールレーズンの食べ方、オールレーズンに熱々のスパゲッティを乗せて食べる、名付けてひとみスペシャル、ひとみとオールレーズン、絶対よろしくね。東ハトオールレイズン。アメリカのアイダホのポテト、東ハトのポテコになった。くるくるリングのポテトスナック東ハトポテコはカリッと美味しく、カルシウム入り。ポテコ大好き。東ハトポテコ。スリムな投げ輪とチリ味のカラプルコもよろしく。さだまさしの水泳エイヤー。さあ、お時間までおはがきを読んでまいりたいと思います、はい、東海ラジオ万歳というのは小林陽子さん、北海道苫小牧市です。よし、はい、嬉しい嬉しい、セイヤングの30分が帰ってくる。佐田さんの東海ラジオ沖の皆さん、4月からどうにかに思わずうふ頬が緩んでしまいました、ありがとうございましたとおっしゃる、小林さん、東海ラジオで聞いてくださってですね、はい、一方こんなはがきもあります。ペンネームあんあん通りの人々さん、いらっしゃい。サンタマにもサダケンをというね、サンタマサダケン会員募集中ということで、1月26日の日曜日、明日午後1時に JR 国分寺駅の旅行センター、改札口を出てすぐなんで、すぐ分かる、私は丸まむしだとすぐ分かるものを身につけてお集まりいただきたい、想像絶する光景が怖い。穂泉敦は埼玉県春日部市、いらっしゃい。先日風邪をひいてしまい勉強にならなかったんで、10月に放送されたウルトラセイヤングを編集しました、うん、CM、ニュース、交通情報、天気予報を省いたんです、うん、そしたらなんと5時間30分に収まりましたCM、ニュースなどで放送時間の約 30% を占めていました、うんうん、CM やニュースがこんなにも重要な役割をしているとは思ってもいませんでした、うん、やはりスポンサー様は大切にしなければいけないのだと改めて考えさせられました。ですから東海ラジオの方々を責めてはいけないと思います、うん、そんなに簡単な問題ではなかったんですね。難しい問題をたった半年でクリアしようという東海ラジオの方々に拍手を送りたいと思います。うーん、おめでとう。
まだあの戻ると決まったわけじゃないんですけど、もうここまで盛り上げた以上東海ラジオのもう営業の工藤は必死になってるんじゃないかと、ね、工藤今頃冷や汗を垂らしながらこの放送を聞いているんじゃないかと思いますね。今度はこのおはがき、佐賀県武雄市の岡村剛君、いらっしゃい。僕はつい最近から再び聞き始めたリスナーです。日曜日、みんな土曜日と言ってるのはなぜ？なんて書いてありますが、これはこの番組生放送でやってるんですけども、これを録音して、翌日あるいは1週間後に再放送じゃなくて放送する場合が、ね、編集しましてね、そういう場所もあるんです。で、僕は日曜日 NHK で上方演芸会を聞いた後必ず聞いてますって。情けない、うん、上方演芸会の後、うん、ところで佐々さん、これは何と読むのでしょうか。あの木、木立の木ですね。木の橋が塵、微妙の美という字に、微生物の美に塵という字を書いて何て読むの。これはコッパみじんと、こういうふうに読みますね。緩和辞典どこ行ったんだろうかって、そんなことね。ちょ、自分で弾いてからね、確認していただいて、これは便利屋じゃないんですよ、ね。続いてのおはがき、もうたくさんね、おはがきがね、来ておりましてね。大垣市の横山あゆみさん、いらっしゃい。アメリカ帰国展のパンフレット、本当に嬉しいです。原大さんのね、はい、届いたのかな。思わず大阪の時間まで聞いてしまいました。1月11日浜松までジャカランダの丘を見に行きました。会期が1月2日から11日ということだけで、場所も分からず行き当たりばったりで探すつもりで行き、まず入った煙鉄で早速目的を達成、探すこと覚悟だったので時間もたっぷりとってゆっくり見ることができました。でもジャカランダの丘の絵があんなに大きなものだとは思わなかった。以前ワールドの解放の写真で手に持っていたものは額に入った小さなものだったから、まずびっくりし、そしてキャンバスいっぱいに詰まっている筆先に吸い込まれるように近づいてみて、その繊細さにはすごいとしか言えなかった。葉っぱも花も草も皆生きているんです。大きな絵も小さな絵も同じ表情が見えるんです。初めて間近に見ることができ、改めて原田泰治さんの人柄を感じました。原田泰治さんもね、本当に喜んでくださってますけども、2月の15日ですか、はい、原田泰治の世界という番組が TBS 系で放映されます。佐田がナレーションをやっております。もうこれはナレーションを入れ終わりました。なかなかあのほのぼのとしたね、あったかい番組で、佐田もまあちらっと出てきたりするんですけどもね、こちらの方もぜひ楽しみにお待ちいただきたいと思います。さあ、東海ラジオの大木の皆さんとはお別れする時間になってしまいました。どうぞ元気で、あのできるだけもうちょっとの辛抱、本当よ、頑張ってください。また来週お会いしましょう。東海ラジオの皆さんが去っていきました。何か寂しいね、でも。そうですね、本当に去っていったみたいですね。どこどこ地方の皆さんとはここでお別れですっていうの、あんまりやりたくないけど。そうですね、なんか全国一斉にこうやれるといいね。そうです、11時からレジャーまで全部生、ズバッとねっていうんだったらね、日本全国で聴けるっていうんだったら、俺たちもね、楽しみあるもんね。そうですね、さあ、この後は岩手放送の皆さんがやってくるわけですね。入れ替わり立ち替わりでございますが、お待ち申し上げることにいたしましょう。さだまさしのセイヤング、この番組はハートもおいしい東ハト製菓がお送りしました。引き続きセイヤングアネックスでお楽しみください。岩手放送お聞きの皆さん、いらっしゃい。さだまさしでございます。さだまさしのセイヤング第534回、今夜は東京文化放送第一スタジオからお送りいたしております。さあ、続いてはこの方の登場。本日は電話でなくご本人が いらしております、ホテルアピーグランド総支配人勝浦ダムスさんをみんなでお呼びしましょう。勝さんですよ、せーの、勝さん、おーい。勝さん、はい、どうすか。来たっすよ。来たっすね。どうしたんですか、今日の衣装はまた、それ占い師の衣装ですか。十人一重、すごい衣装ですね。
残念だね、みんなに見せてあげなくて。見せてあげたいわ、うん、ドテラのようなもの羽織っておられますけどね。アピの雪調子いいですか。調子いいですよ、いっぱいありますよ。さあ今夜は生で私たちの目の前で霊能力を発揮していただきましょう。はい、カストロダムスのゲレンデ占い状況編。今夜はこんな内容です。勝さん、はいはい、ぜひ占ってほしいことがあります。大晦日に私の部屋は大晦日に大掃除をしました。しかし、いや、私の部屋は大晦日に大掃除をしました。しかし中学校の教科書のノートをどうしようと困ってしまいました。今高校1年なので捨ててしまって後で使うことになってしまったら困ってしまうし、けれど本棚の5段あるうちの 1.5 段を占領しているのに取っておいて結局使わなかったなんて、行き場のない段ボールに入っている本たちがかわいそうでしょ。一体どうしたらいいんでしょう。占ってください。あの中学校の時使ってたノートをどうしたらいいか、うん、カストラダムス様、これ一つどんな占いですか。いつもはあの電話だから、あのインチキをインチキ超能力もインチキ超能力も発揮できますけど。なんで占ってんの、いつもインチキ。いいよ、こんなにたくさん人がいっぱい見てる中でどうするんですか。どうするんですか。しっかり疑ってるね。だけど疑ってますよ。僕は疑ってますよ。しょうがない、うん、今日はね、じゃあ特別すごいやつ、うん、目に物を見せてくれるってやつをね、じゃあ見せていただきましょう。はい、はい、実はね、びっくりしないでよ、うん、しない。ここにいる僕は、うん、東京にいる僕は、うん、カストラダムスの分身。ちょっとよくわかんないな。うん、それでユータリーダスってやつですか、それ。その通り。嘘、はい、で今から僕の本体とチャネリングして、うん、チャネリングして、ね、で占うよ。え、本当？そう。まあ、やっぱ怖いね。じゃあとにかくお願いしますね。はい。村木さん、来たでしょ。うん、来てる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 。よし、大丈夫よ。通じた。なんと通じたの。アッピの、アッピにいるの、カストラダムスは。アッピのカストラダムス寝てるんでしょ、その人は。ユータリーダスだったら寝てんの。マージャンしてるんですか。向こうでマージャンしてるんですか。まあいいやね、うん、じゃあどうぞお願いします、うん、もしもし、どうすか。いいっすよ、ほらいいな、本心だけ東京で遊べて。こんばんは、アッピのカツドラダムス本体です。村木どうですかこれ。ね、すごいね。はい、すごいよ。双子の弟さんか誰か。いない、いない。だから分身。あ、そう。だから向こうは本体。向こうは本体。本体。こっち分身。本体の方はエコーかかってるね。じゃあ聞いてやってください。もしもし、本体さん、あの中学時代の教科書をどうするかっていう相談だったんだけど。聞いてたから知ってるよ。確かにかさばるよね。ちなみに、僕はだけどね、ひろた君はね、よくベッドの下に昔の教科書を保管してるらしいよ。あ、ベッドの下、ね、ベッドの下にね、うん、それエロ本じゃありません。ちょっと本体、もうちょっとちゃんとやってよ。あのね、どうしてもかさばるんだったらね、教科書はともかくノートなんてあと10年20年経って見てみると思い出深いと思うから、うん、あ、それはそうだね。ノートだけは取っとくのはどうかな。さすが本体、いいこと言うね。もうこれから本体だけに行こうか。僕はね、あのノートって捨てられないんですよ、うん、俺中学校、僕は小学校の時から、うん、自分の使ったノート全部ありますよ。ノート取ってんの。うん、それで僕は曲作りとか詩書いたりするね、うん、時なんかも、うん、前はね、今鉛筆で書いて消しゴムでこう消して、うんうん、やっぱり自然保護のためにやってますけ ど、うん、前はね、もうどんどん使ったんです、うん、一行か書いてはパッてもう次のページ行って、うん、一曲書くのにね、うん、あのこんな分厚いレポート用紙一冊使い切るなんてこと平気だったの、うん、そういうのも捨てないで全部取ってあるの。そんなもん取ってあるの。うん、だから僕の本部屋って2トンあるよ。2トンだから普通のうちだと床抜けちゃうの。へえ、うん、何でもあるよ。すごいね。僕なんかノート取んなかったからないよ。いや、だから学校のノートはないよ。あ、ないの。ないよ、そういうね、余計なノートばっかり。うん、だから探せば出てくるよ、ね、僕が小学校の時描いた絵とかさ、それから中学校の時に描いた小説とかさ、
出てくるよ。小説が出てくる。小説出てくるよ。俺ベストセラー作家だったのクラス。そうだよ。だからねこれはね時々開いてみると思い出になるっていうでしょ。うん、恥ずかしいだけ。やっぱ捨てちゃうかんじゃん。いやいや。でも取っといた方がいいね。うん。僕も取っといた方がいいと思いますよ。はい、という感じでカストラダムス本体さんに占っていただいたわけですね。はい。じゃ来ることなかったね今日。本体だけ呼び出せばよかった。あそうか勝さんがいないとダメだ。ね。そうそうそう。じゃあカストラダムス本体さん他に言いたいことがありますか。いいっすよ。いいな分身だけ東京で遊べて。こんばんは、アッピのカストラダムス本体です。これさっきと同じセリフじゃない。ね、ショーンあっちに来て聞いてよ。カストラダムス、はいはい、カストラダムスの幽体離脱もですね、はい、AD 田中の手にかかると拉致が開きません。砂嵐が。いやでも分身だから僕はよく分かんないけど、うん、いやまだ言ってんのこの人。今日相談くれた人に何かプレゼントしたいんですけども名前も住所もありません。どうしましょう。そうなんです、うん、あのねハガキに PS ってあってね、うん、アッピグランドって本当にあるんですね。あ本当だ。うん、参っちゃうよねだけどね、うん、ただねやっぱり住所と氏名をちゃんと書いて、ね、もう一度ね、何をプレゼントしましょう。ね、この人女の子だっけ。多分女性っぽいです ね。でもきっとこれね、うん、お父さんが教えてくれたっていうからね、うん、あのお父さんとかが着れるねあのかっこいいシャツがあるんだよね。いいじゃないですか、うんうん、それをちょっとお送りしましょう。わかりました。はい、母さん今日は東京まで来ていただきまして本当にありがとうございます。いえいえ。あ分身でしたね。そうそう。ありがとうございました。はい、このコーナーではカストラダムスに占ってほしいことを募集中です。とりわけすでに自分の力で解決間近のものあるいは単なるきっかけだけ欲しい時なんかにご利用いただきたいと思います。郵便番号 160-02 文化放送さだまさしの声援カストラダムスのゲレンデ占いの係までお待ちと申し上げております。母さんどうもありがとうございました。おーい、ではまた来週。はい、さだまさしの西洋アネックス。この番組は地球をライブする海外旅行情報誌 AB ロードがお送りします。課長なんだ。例えばこの AB ロードで彼女たちの今回のツアーよりもさらに安いツアーの情報を見つけて、うん、彼女たちが泊まっているホテルにファックスで送るというのはどうでしょう。それだ。この忙しい時に会社休んで。あいつら安いツアーもいろいろ探せる AB ロード。好評発売中。お父さん赤いミニ買って。赤いミニか。父さんも好きだな。健康的で。違うの、イギリスの車。109万円きっとお姉さんで見つけたの。赤もいいけど黒もいいな。お父さんミニはいいな。国産新車から輸入車ユーカーまで欲しい車が比べて選べる。俺さ、うん、エジプトでラクダに乗ってラクダにラクダっていうの夢なんだ。私オフランスへ行ってシャンゼリゼでシェーってやるの夢なの。俺なんかアンデスへ行ってインディオにナンデスアンデスっていうの夢なんだぜ。まあいろいろ終わりでしょうが、もっと楽しく明るい多彩なツアー探すなら AB ロード好評発売中。私広田さんと温泉行って浴衣に革靴でロビン立つの夢なの。俺アッピに行ってカツさんとあピッピッってにらめっこするの夢なんだぜ。私マッサンのコンサート行って最前列の双眼鏡を注意してもらうの夢なんだ。あれなんていちいち注意されるために持ってこなきゃいけないんだよ。埼玉県の岩部千夏の今のは作品でございます。なかなか凝ったね素晴らしい作品でございましたですね。さあお待たせしました。大好評新入会先生方のご紹介でございます。まずこの先生からです。はい、さっきも言いましたけどね、明日楽しみですね本当に大相撲ね、うん、はっきり言って高花田を応援してます。広田ごめんでございます。うん、続いてこの先生です。こんばんは、佐藤ボインです。もう今日で1月も終わりですよね。あ、そうですね。で数えたんですけど、うん、555回は6月に、はい、セイヤング555回は6月です。6月ってのは魔の月ですね。500回も6月だったんですね。そうですね、はい、楽しみにしております、はい、そして最後はこの先生です。おいおい、あ
クマさんじゃないか、うん、どうしたんだよ、うん、みんなドロドロ引き連れて。あ、どうですか元気は。キャッテーシャ、おお、お前さんが町内の野球のチームの監督になったって話は聞いてたけど、これのことかよ、なかなか似合ってるじゃないかい。そうでしょ。でもね、元気はね、このユニフォームはバッチリなんですけどね、これ勝負の方がいまいちなんで、でこれでこれみんなでね、この願掛けに行こうなんつってんですよ。あ、そりゃいいこった。どうです、こうやってうちのベテランばかりずらーっと並んでるな。え、そうかんでしょ。神様にお願いしようってんだよ。あ、せっかくだがベテランばかりじゃいけないよ、まずは新人からだ。うまい、うまい、うまい。松山市の松山大学落ち研の水内作、彼には何かがプレゼント、あ、図書券をプレゼント、違ったっけ、図書券です、図書券をプレゼント。さ あ、 各賞じゃないや、各を発表してまいりましょう。それでは神頼みの2回目、はい、広田ごめん先生から、はい、神戸市、ペンネーム風で寝たライオンさん、いらっしゃい。10円でどれだけ頼むと神がいい。そうだよね、うん、もうちょっとね、少なく入れるやつに限っていろいろ頼むんだよ。いっぱい言うね、うん、ある本を読んでたら、私はお願いは一切しないことにしているという文章が良かったな。ただありがとうございますとのみ申し上げることにしているという、うん、素晴らしい、うん、ね。さあ佐藤母院先生、はい、墨田区菊川の大芝幸男さんか幸男さん、75歳の方です。いらっしゃい、はい、いらっしゃいませ。受験生、普段も来てよと天神さん。そうだね。普段から来てよ、本当だよね。でも来てくれるきっかけがあるお宮はいいよね。そうですね、うん、何にもきっかけのないお宮はないよね。千葉市動画機内純子、久しぶりですね。これはね、神頼みというもののね、本質を鋭くえぐっておる素晴らしい問題作、うん。ダメ元の願いはダメにしかならず、ダメ元の願いはダメにしかならず、その通りですよ、うん、やるぞっていう時に背中をトンと押してくれるために、こうね、何かにすがろうっていう気持ちですからね、うん、自信持っていってほしい、うん、ね。広田ごめん先生、はい、決めの一句です。はい、埼玉県中村道夫さん、いらっしゃい。神頼み、うん、貧乏神にすり寄られ。運が悪いや、運が悪い。徹底してみよう。辛いでしょ、これは。佐藤母院先生。はい。南埼玉郡のペンネーム、コスモスメールさんからです。いらっしゃい。頼んでも頼みきれないダイエット。これはもう自分の意思でやるしかないですもんね。うん、頑張ってください。千葉市谷川歌子さん、今日は常連さんが多いですね、佐田の方は。お題神頼み、浪人生、去年の神社は敬遠し。なんとなくね。じゃあ各賞発表まいりましょう。広田ごめん賞、はい、ごめん賞は足立区のペンネーム、節人さん、うん、実はだって書いてありますね。実はジェットコースターベルトはまらず神頼み。うわー、それは怖い、これ怖いわ、それはいけない。ベルトはまらず、うん、これは怖いわ、怖いですよ、そんなダメだ、乗っちゃうね。そうそうそう、危ない、ダメダメだ、うん、さあ佐藤母院賞、はい、調布市の小峰正史さん、この時期はポストにまでも手を合わせ。ああ、わかるね、うん、あ、イワシの頭も新人からっていうからな。佐田川賞、千葉市小畑美恵子さん、これお母さんの気持ちがよく出て、雪吊りの社に合格祈る母、雪吊りの社に合格祈る派、もうどんな神様でもいいんです、もう自分はどうにもしてあげられないから、そういうこと神頼みですよ、どうにか落ち着きますようになんてね、気持ちわかりますね。各賞入選者には図書券プレゼント。来週からお題が変わります。乾く乾燥するドライ、これでございますね。乾く乾燥するドライ、これで作っていただきましょう、はい、以上をもちまして深夜の会おしまい、おしまい。僕初めてなんです。大丈夫、お姉さんに任せて。経験豊富みたいですね。さてここで質問です。この二人は今から何をしようとしているのでしょうか。エビーロードで見つけたツアーで海外旅行に出かけるところ。正解です。旅慣れた人もそうじゃない人も、エビーロード好評発売中。
山下君、車買うんだって？イタシャのオープン、親父が半分出してくれるんですよ。そう、課長も買うんすよね。うん、何買うんすか？大きなお世話だ。カーセンサーなら国産、輸入車、軽自動車、RV100 万以下と目的別に分かれてるから欲しい車すぐ見つかります。カーセンサー。最後のコーナーは神倉のくれた5分。いつもね、あのシビアな問題とかですね、それからもしも何にもない週があったらば、なんかつれづれなるままにですね、僕が発見した本とか、はい、歌とか、うん、詩とかそんなものを紹介していくコーナーにしようと思ってるんですけどね、はい、おいおい、完成させたいと思います。実は今日はミスターユニットのお二人がずっと前から待ってくれ、ね、今日急に遊びに来てくれまして、うん、前に一度ね、はい、突然飲んだことあったんだよね、はい、そうです。ミスターユニットの2人を見ていると、はい、何か若き日の佐田と吉田を見ているようなありがとうございます。よく言われます。寂しいじゃないのなんかふっと思うんですけど、ね、何か好感の持てる、うん、その生え際とでも思いますよ。僕並べて感激です。うん、そうですね、この席に座れるなんて。25日に卒業なんてっていう、はい、シングルが発売になるんですね、はい。今日はね、あんまり時間がなくて、これはまた機会を改めてどっかでかけさせていただくとしてね、コンサートとかっていうのはもう始めてるんですか？そうです。はい、2月の近いところ11日に横浜のビブレという、うん、2月11日にビブレ、はい、はい、あとは4月の4日に名古屋とか、4月にツアーが LP が出る。なるほどなるほど。 CD の、じゃあ4月はまた4月で連絡してよ。そうですね、はい、2月11日のビブレね。はい、そうです。これはもう何時からですか？1時会場、2時開演です。お昼？そうです。おー、現祝日ですから。祝日だからって2時からやる？はい、若いね。はい、今1時からだって言って。1時からです。もっと早かったです。1時から始まるの？そうですね、12時会場、うん、そうです。1時開演、はい、すごいね。ねえ、あの光源氏みたいだね。ねえ、そうですね、同じ路線歩んでる。同じ路線、嘘つけ。どこがどこが。なかなかね、あのリリカルな作品が多いで、ちょっとやっぱり変、この人たちは。そんなことはないたちですか、うん、僕も含めて。うん、そう。いや、一人がかなり変な、並んでること自体が変だよね。なんかもうこれ黙って、何にも言わなければ関西の漫才、うん、そんなことないですよ。そうですか、うん、ということはね、親しみやすいし、音楽的にもね、僕前にいただいて聞かせていただいたんだけど、ありがとうございます。すごく親しみの持てる。それでもやっぱりどっか変な。うん、それは君か、責任は。あ、そうかな。大部分彼。そうだね。でも僕、サラさんのマサシングワールドの1号から持ってるんですよ。わー、買いだったんです。声優に出られるなんて。僕、セイアングレープのこと聞いてたんですよ。本当？そうなんです。ここに座ってるなんてって、もうね、ちょっと興奮して大変なんですけどね。手握り締めてすごいですね。嬉しいじゃん、嬉しい。しかし、随分たくさん書いてるんだね。僕、絵本とか書いてるんです。あ、そう。元ホフさんだったんです。あ、元ホフさん。それはそういう人が書く歌っていうのはどことなく想像できるね。あ、そうですか。まあ、いいホフさんの感じだよ。あ、そう。もうそうか。年兄ちゃんって言われてね。今日年兄ちゃんってね。いいな。ミスターユニットについてはまた機会を改めてね、じっくりとお話しさせていただく機会があるかと思いますけども。僕もね、童謡集をね、童謡集というか昇華集をね、リリースするんですよ。で今日はね、その中からもう時間がなくなってごめんなさいね、自分のことばっかりやってるようで申し訳ないけれども、最後にこの中からね、うん、ペチカ、うん、これをね、一つ聞いていただいて、見ようかなと思っております。昔
地下燃えろよ表は寒い、クリアクリアと呼びますベイチカ、雪の AB ロードで彼女たちの今回のツアーよりもさらに安いツアーの情報を見つけて、彼女たちが泊まっているホテルにファックスで送るというのはどうでしょう。それだ、この忙しい時に会社休んで。あいつら安いツアーもいろいろ探せる AB ロード、好評発売中。あの車に乗りたい、この車にも乗ってみたい、そんな人にカーセンサー読者の体験試乗ページ2台の車を同時に乗り比べていただきます。さあ、東京03-3217-3477カーセンサー編集部までお電話ください。皆様あってのカーセンサー。さだまさしのセイヤラストレターです。京都府長岡京市のコスモスおばさんから、以前リスナーの方がバイオリンを買って独学で頑張っていらっしゃるとか、ギターを習い始めたとかっていうお便りがございましたね。私はそれを聞いていいな、若い人はと思っていたんです。でこの間なんとかを掃除していたら、うん、私バイオリンもギターも持ってたんです。ギターは主人のもの、バイオリンは私が高校入学の後バイオリン同好会に入会して両親に買ってもらったもの、4分の3という大きさらしいんです。これは腕の長さで決めるのでしょうか、身長でしょうか、それとも指の太さでしょうか。あの頃は細い指だったものがおばさんになった今では無残にも面影は残っておりません。一番細い弦もありません。でも頑張ってまたギコギコと弾いてみたいと思っています。精霊流しのイントロがうまく弾けたら嬉しいでしょうねとおっしゃる。どんな音でもいいから、うん、楽器を鳴らすっていうことがもう音楽なんです、うん、だから例えばバイオリンはこういうチューニングでなければいけないとか、ギターはこういうチューニングでなければいけないというのは便宜上のまあ決め事なんです、うん、こういう音でなければならないという楽器は一切ないんです、うん、でだからむしろ音楽にとってそういういろんなものを規制する条件というものは外せば外すほどオリジナリティというものが出てくるんですね。だから、うん、何でもいいから自分が鳴らしてみる、このことから音楽を始めたらいかがでしょうか、うん、もしかしたら今まで12音階だってね、これもただの決め事なんです、はい、こうでなければならないってもんでもない。だから
何でもいいんだよね。そうね。そうだから楽器なんか弾けない人は鼻歌でいい、うん、自分で歌を作ってみるといい、うん、そして書くどうやって書いていいかわからない時には歌詞だけと書いて、うん、今いくらでもテープレコーダーあるんだから、うん、吹き込んで何回も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 歌うんです、はい、そうするとあここをこうした方がいいなって変わってきます、うん、10年同じ歌を歌い続けてみてください、うん、素晴らしい曲になります、うん、これは僕が保証します、はい、だから条件は不必要なんです。音楽をやるってことは楽しむっていうことなんですね。それをたくさんの人と分かち合えるっていうのはこんなに幸せなことはないですよね。ですね。レイコさんもミスターユニットの皆さんも本当頑張って、はい、素晴らしい音楽をみんなに聴かせてあげてください、はい、みんなの参考資料になるようなね。そうですね。今のミスターユニットもこう憧れて、まあ、聞いてた番組に出られて嬉しいって言ってくれた、この気持ちを僕もすごくよくわかる。憧れて聞いてたセイヤングに初めて僕谷村さんのゲストに入った時にすごく嬉しかった、うんうん、だからこの気持ちをもし、はい、いつか、はい、君たちが、番組を担当する時に、はい、忘れないでみんなに伝えてあげる。はい、わかりました。伝えたいと思います。これもバトンタッチの一つかもしれない、ね、そうですね。来週は延岡の某所からお送りします。今週も最後までのお付き合い本当にありがとうございました。おはがきはいつものところでお待ちしています。さだまさしのセイヤングアネックス。この番組は地球をライブする海外旅行情報誌 AB ロードがお送りしました。また来週元気でお会いしましょう。お相手はさだまさしでした。